カール・リンドマン、カール・アクセル・マグヌス・リンドマンは、スウェーデンの植物学者、植物画家である。1901年から1905年の間に、刊行された北欧の植物図の著者である。ハルムスタッドで生まれた。幼い時に、父親が死に、1864年に、ベグ賞に移った。1874年に、ウプサラ大学に入学し、 植物学と動物学を学んだ。1884年に、ウプサラ大学の准教授となった。1887年から、スウェーデン自然史博物館の標本管理を行う、レガネリアン・アムニュアンシスの仕事を始め、ベルギアンスカ植物園の助手も務め、ラテン語学校の自然史と物理学の講師も務めた。1892年に、ブラジル在住の医師、 アンデシュ・フレドリク・レグネルが提供した研究奨学金を授与され、グスタフ・マルメと共にブラジルとパラグアイへの探検調査を行った。帰国後、講師の職を再開し、1896年から1900年の間、皇太子の教師を務めた。この間、北欧の植物図の執筆を行った。1905年にスウェーデン自然史博物館の植物学の教授となり、 1923年までその職を続けた。1913年にスウェーデン科学アカデミーの会員に選ばれた。パイナップル科の属名、リンドマイニアに懸命されている。リンドムは植物の学名で命名者を示す場合にカール・アクセル・マグヌス・リンドマンを示すのに使われる。ありがとうございます。